皆さんこんにちは。株式会社石垣東北支店の藤村浩一郎と申します。今週の藤村散歩のお時間です。宮城県、本日は宮城県石巻市に来ております。さて行ってまいりましょう。はい、こちら石巻市役所になります。市役所庁内にはイオンや観光物産所等がありまして、まあ、非常にいいところでございます。こちらは石巻駅から続くマンガロードとなっております。こちら石森章太郎さんの作品に出てくるサイボーグ009となります。こうしたキャラクターが石巻市から来たお客さんを出迎えることになっております。石巻でも有名な元気市場に来ております。お腹が空いてきましたね。石巻は海産物が有名ですので、ぜひとも一食食べていきたいと思います。では行ってまいります。美味しそうですね。早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはマグロから。非常に美味しいですね。以上、石巻でした。では、そろそろポンプ場の方に参りましょうか。へーしん。こちら、ポンプ場にやってまいりました。あそこに人がいますね。早速、話を聞いてみたいと思います。すみません、お時間よろしいですか。あ、これは石垣東北支店支店長、まあ、片山浩二さんじゃないですか。どうもどうも。あの、偶然ですね。偶然ですね、はい、はい。すみません、今インタビューさせていただいてもよろしいでしょうか。いいですよ、はい。あのこちらのポンプ場なんですけれども、はい、あの導入することになった経緯を教えていただいてもよろしいでしょうか。あの2011年にあったあの東北大震災で、まあ、甚大に被害があったんですが、まあ、その被害に遭われた方の集団移転先として、この地区に造成することになりました。で、そこの地区の、排水対策ということで、ポンプ場を、設置するという経緯で、で、弊社のフラッドバスターを納入することになりました。ありがとうございます。あの続いてなんですけれども、うん、こちらのポンプ場の構成機器を教えていただいてもよろしいでしょうか。ですね、こちらがポンプになるんですが、ゲートに直接、まあ、つける形のポンプのタイプになっております。はい。で、大きさはですね、1000ミリ、合計1000ミリのポンプが2台ついておりまして、はい、で能力的には2台で4トン以上の毎秒4トン以上の能力になっております。で、そのこのポンプの上流側というか前にあるのがこれ自動除塵機でして、で流入してくるゴミを、はい、まあ、ここで取る機械になっております。ありがとうございます。あの最後に、うん、こちらのポンプ場の、まあ、特徴を教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、このポンプ場はあの調整池があの、はい、特徴になっておりまして、まあ、毎秒4トン以上の排水量の能力があるんですが、それでも賄いきれないものはそこで一流させまして調整池の方に、貯める形を取っております。それがちょっと特徴ですね。はい、ありがとうございました。